さてと、昨日はユーナがまさかの性格だったことは発覚したけど、シャロンはどんな性格なんだろ。何かシャロンのとんでもない性格、もしくは行動をぜひ見てみたい。よし、リサーチしてみよう。よし、それじゃあそんな感じで、青鬼実況もやっていき、3人での実況もやっていこうか。うん、賛成。視聴者さんからのコメントを見ても、3人でやってほしい、ってコメント多かったしね。それじゃあ早速今から撮影始める？あ、ちょっと待って、その前にシャロンに聞きたいことあったんだけど。野沢菜の実の能力者って、何？あ、それ私も思ってた。え、野沢菜の実の能力をご存じない？存じてたら逆にびっくりなんだけど。早く教えてよ。じゃあちょっと言うな、下がってて。野沢菜の実の能力、それは、野沢菜を武器に変えることができるんだよ。武器に変える？ちょっと意味わかんないんだけど。実際に見てもらった方が早いと思うから、ちょっと見てて。まずここに野沢菜があります。そして私の力を解放すると。おーおー、本当に野沢菜が武器になった。すごいすごい。こんな感じに野沢菜を武器に変える、これが野沢菜の実の能力なんだよ。でも常に手元に野沢菜持ってないといけないってことだよね。うん、しかもこの能力には弱点があって、なんと国産、しかも産地直送のブランド野沢菜しか効果がないってことなんだよね。なので金銭面的消費が激しすぎます。かなりリアルなお悩み。でもその能力は素直にすごいよ。もしかしてシャロンなら皆無に勝てたりするんじゃないかな？え、皆無？皆無って誰？ああ、そういえばシャロンやユーナには話してなかったね。カイムっていうのはこのチャンネルの中でもダントツ凶暴な妹キャラなんだよ。最近は暴走気味で手の施しようがありません。なんか面白そう。今まで僕はいろんな敵と戦ってきたけど、すべて勝利してきた。そのカイムって子にも多分負けないよ。おお、それは心強い。それじゃあカイムを呼んでくるから倒してくれる？そしたらカイムもおとなしくなるだろうし。いいよ、呼んできて。話を聞いてる限りかなりのやんちゃな子みたいだけど、子供でしょ？余裕余裕。ほう、余裕か。お前か？私を倒せるとか抜かしてるバカは。いきなりチェーンソーなんて持って、物騒だなぁ。いいからさっさと武器を出せ、八つ咲きにしてやる。よし、ちょっと待ってね。よいしょっと。お前、舐めてんのか？まあまあ、少々お待ちを。武器に、変化した。だと？皆無だっけ？子供だろうが容赦しないよ。さあ、かかってこい。調子乗りやがって、消してやる。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。パンはパンでも食べられないパンって、なーんだ。正解は、ピーターパン。